皆さん、こんにちは。今日は2022年7月14日木曜日です。今日のテーマは一つです。上海はもうすぐロックダウン、閉鎖になります。上海は暑いです。そして上海の KTV も暑いです。これについて話をしたいと思います。あちなみに KTV というのは カロケだけではないんですね。ご存知の方はいらっしゃるでしょうかと思いますが、少し風速系の中はですね、ありますが。まずニュースです。一つ、米国は発表されました。バイデン大統領は7月13日から16日までイスラエルとサウジアラビアへ訪問する予定です。バイデンと サウジアラビアの王子様の会談は注目されています。まあ、バイデンは本当はですね、王子様のことは大嫌いなんです。でも行かないと、石油の問題は解決できません。まあ、これについて注目したいと思います。2、国連経済社会理事会がありまして、まあ、ロシアを除外しました。6月10日から国連経済社会理事会では、 5回の投票がありまして、まあ、最後、北マケドニアはロシアの参加に反対することを指示しました。これでロシアは排除されました。これから見えるのは国際的な組織からロシアを除外することをやっています。次です。3。2021年の2月、ミャンマーでクーデーターが起きました。軍が政府となったんですよ。 現在少なくても5つの都市で中国の監視システム、防犯カメラ、監視カメラを導入しました。何に使うかと言いますと、反政府の方を監視することです。まあ、社会のデモであったり、暴動であったり、それを禁止にしようと。また、反政府の人の行動を見て、社会での付き合い、 関係者を探すことです。それから自動的にですね、容疑者が使用されているバイクであったり、自動車であったり、識別してくれるシステムではありますので、非常にあの性能は良くて、大変評価されています。今年の4月、ミャンマーの各地で抗議、またデモが起きました。ミャンマー政府は中国政府からのプレゼントではありますが、 無人飛行機で監視をしました。これは普通の無人飛行機ではないんですよ。抗議する人の顔を識別して、あの、情報収集していたんです。この無人飛行機は2400キロ飛ぶことはできるらしいんです。それから継続的に12時間飛ぶことはできるらしいです。これでわかるのは、独裁者はみんな同士です。みんな同じ色です。 今日のテーマです。上海はこれからもうすぐロックダウンとなるというふうに判断できると思います。証拠としては7月12日、上海の本町空港ですね。これは主に国際線は少ないです。主に国内線ですね。すべての飛行機の離陸、着陸を取り消しとなったんです。7月12日の夜21時から空港は 一時閉鎖だと発表されました。いつまでかはわかりません。また、上海のオンラインでの野菜あるいは食べ物を購入し、配達してくれるスーパー、まあ、アプリですね。営業は一時停止になったり、配達は大幅に遅れることになりました。約、例えば朝到着するはずですが、もう夜となったりとか、約10時間の遅れです。 それから、米国の会員制のスーパー、サムズっていうスーパーですが、オンラインでの注文はできますが、でも商品はかなり減ってきて、最後の配達の日ですね、7月13日までなんですよ。現在、上海の現地での情報ですが、今年の3月に戻ったかというふうに感じられています。朝目が覚めて、すぐにスマホをですね、 開けますので、まあオンラインショップのアプリを開けますので、そこで確認をします。食べ物あるかないか。食べ物出ましたらすぐに注文します。すぐクリックしないと消えてしまいますので。7月13日、上海の政府の内部の情報ですが、まあ上海の政府はですね、健康バーコードシステムという管理部署がありますので、そこからの情報ですが、 上海の濃厚接触者の数字ですね、大幅に増加されました。今ですね、合計9万人です。この9万人というのは濃厚接触者であって、あの上海の各地、約300個の団地に住んでいます。住宅地域です。 本来は都市を閉鎖にしたいんですよ。でも、高校の入試の試験の最中でしたので、試験が終わってからにしましょうかというふうに聞いております。また、上海にある2つの住宅委員会がですね、住民に対して呼びかけていました。すべての住民は14日間の食べ物、あるいは生活用品を確保してくださいというふうに聞いております。 まあ、昨日の動画で話をしましたが、日本の方はですね、まあ、私は結構去年からずっといてきましたが、少なくても1ヶ月間外出しなくても家には十分な食べ物、飲み物、あるいはそういう果物ですね、あるいは生活用品ですね、あの保存した方が良いというふうにいてきました。 なので、家には冷凍庫あった方がいいと思います。満タンにした方がいいと思います。とにかく満タンした方がいいですね。政府の言うことは信じることができませんので、今年の3月、4月は本当に大変でした。しかしですね、現在上海では卵、野菜、お肉、冷凍の餃子ですね、ほぼ売り切れの状態なんですよ。なかなか注文は難しいなんです。 しかし、この状態であっても、上海の衛生機関ですね、7月11日、この日、新規の感染者は5人ですよと、5名です。そういうふうに発表されました。でも、無症状の感染者は54名ですよと。当然ですが、すべての数字は嘘です。ただし、傾向はわかりますので、やはり感染者は増えています。7月3日から、急に感染者が 増えたというふうに言われています。これは政府の発表ではありますが、まあ感染の場所はね、KTV なんですよ。あの、まずですね、この動画を少し皆さんに見せたいと思います。動画と言いますが、少しは違うかもしれませんけれども、まあ上海はですね、6月から少しずつオープンとなってきたんですね。オープンとなってきて、多くの方は、あの、やっと外出できたと、 感じで嬉しいんですよ。ここで上海の医学研究勉強会の開催ではあります。これですね。そして上海の大学病院の先生たち、あるいはまあ普通の病院の先生たちは集まりました。ここに書いてありますが、基礎名医、心血管疾患、慢性病の学術研究会です。 まあ、これはですね、みんなメインですので、あの、なぜなら、このような会場ですね、まあ、大体イベントを開催するにはですね、中国の、あの、製薬会社、あるいは医療機器のメーカーの接待なんですね。まあ、主に商社であったり、まあ、接待がメインですね。やはり接待したいですね。普通に接待すると、やはり良くないですので、このような勉強会を開催すると。まあ、勉強会を開催して、 タコさんのお医者さんですね。あるいは、まあ、自称名医ですので、あの、関係者の立ちですね。集まって、ここでパーティーを開催します。まあ、パーティーを開催して、まあ、当然ですが、勉強会といいますが、まあ、学術検討会といいますが、まあ、食事して、飲んで、食べて、あの、遊ぼうと。 いうことなんですよ。まあ大体会場が終わりましたら、みんな個室に入りていきますので、まあホテルとなっていくので、個室ですね、なっていくので、まあそういうふうになりますけれども、まあ大体、あの、接待ですね、一つの中国の文化ではあります。まあそうすると、医療機器ですね、販売する、まあ、商社でしたら、やはり買ってくれますし、そしてまあ薬は、例えば風邪薬でしたら、いろんな薬あります。 まあここだけにしようというふうに、やはり先生にしてほしいんですよ。たくさん売れますので。まあ、当然ですが、裏にはそういうマージンですね。ポケットマネーも渡さないといけません。ただし、接待も必要です。まあ、そういうのをやっています。まあ、今回は久しぶりに開催されました。えー、そういうふうに聞いております。やはりずっと3ヶ月ぐらいですね、上海はロックダウンとなったんですよ。 そして日付としては2022年7月の10日でした。しかしですね、あのー、会場にはですね、あのこのポールダンスですね、あの芸者さんがいています。あのまあ、ポールダンスは、まあ、日本とは違うかもしれませんが、あの少しずつですね、抜いていくので、あのそれで文化ですね、変な文化ではありますが、でもこれが現実なんですよ。 まあそれからですね、上海にあるプート中の一つのですね、KTV が話題となっていますので、あの、この KTV ですね、あの、まあ、ティミウというものがありますけれども、T ィエミャウというのは何かと言いますとですね、あの、まあ、あの、非常に接近しますので、あの、顔と顔ですね、そしてダンス、あの、ね、あの、まあ、 近くしてですね、体も。近くして、接近して、まあ、ダンスを踊ると。まあ、ダンスと言いますが、少しは踊るような感じですね。そして、中国では、その三倍と言いますが、あの、三倍と言いますが、 お酒、まあ、をですね、お客様と一緒に飲むこと、そしてダンスも踊ること、えー、そしてお客様の話も聞くこと、まあ、話をすること、えー、そういうようなイメージですね。しかし、主にダンスを踊ることなんですね。まあ、この KTV では5分間で50元です。まあ、5分間で1000円ですね。約1000円ですので、 非常に高いんですね。でも、上海の方にとっては、あの、大丈夫でしょう。なぜなら、お客さんの大半は、定年された方であってですね。そして、まあ、お医者さんとか多いでしょうし、一般市民は行かないでしょうし、高いですので、そして若い子は行かないんですね。まあ、興味はないでしょうし。でも、やはり、そういう文化ではありますね。あの、前の動画で話をしましたが、 今年の学生さんはですね、例年でしたら夏休みとなってアルバイトを行くんですよ。大体南側に行きますので、まあ申の周辺が多いんですが、そこの工場は非常に多いんです。やはりデジタル産業が多くて、まあ、そこで流れ作業に参加して、あの働いてお金をもらうと。今まででしたら、あの時給はですね、 1>, 1時間。まあ、大体ですね、30元がもうありました。そういう時代は。まあ、30元でしたら結構高いんですね。まあ、時給は800円とかいきますし、900円とかいきますし、非常にいいかもしれません。まあ、しかしですね、今回は、今年は給料は特に安いんですよ。安かったらもう5元ですね。100円なんです。1時間時給。普通は10元です。200円ぐらいですね。やはり学生さんは、 行きたくないですし、行っても仕事はないんですよ。これでも仕事はないんです。なので、仕事を紹介する会社ですね。あの、まあ、普通の女の子ですね。あの、KTV への紹介をするようになってきました。なので、これは KTV の話なんですね。現在、この KTV での感染者は305人だと。 報道されています。非常に大人数ですね。一つのホーム、ロビーで、ロビーでしょうが、ホームですね。みんなで集まってダンスを踊ると。あのね、無検査の情報では今年の3月より今の方がですね、感染者が多いんですよ。なので、今年の3月は閉鎖して、今は感染者が多いですので、閉鎖は間違いないでしょうというふうに言われています。まあ、あの、閉鎖はないことを願いますが、 でもあると思った方がいいですね。現在、上海の多くの団地は PCR 検査を実施するようにはできました。現在30万人以上受けましたと発表されています。また、上海の政府は発表しました。まあ、感染者を隔離する病院、まあ、つまり、主要上ですね、再稼働する。そういうふうに、この情報は政府が公開しました。なので、あの、多分閉鎖すると思います。 上海はもしまだ閉鎖となってくると、まあ、経済はまたショックを受けますし、また自動車部品の生産、そういう出荷も影響されるのは間違いないですね。これでわかるのは中国からの産業の移設というのはやはり必要なんですよ。あの、やはり期待というのはあると思いますが、期待しない方がいいと思いますね。ずっとこの繰り返しですので、良くはならないですね。 まあずっと去年から今年もそうですがあんまり期待しない方がいいと思います。まあ、そして上海だけではないんです。カウントン署の政府は発表されました。7月8日から11日、あの感染者は95人です。また範囲が広いんですよ。深セン、仏山、中山、そういう地域となってきますが、中に感染者は幼稚園の先生もいています。 申請の対応としては外出してもいいんですが48時間の PCR 検査の証明書が陰性証明書が必要ですとそして主会では全ての学校は閉鎖にしますねと発表されましたこれがまた難しいんですよ、まあ、主会っていうのはあるいは申請もそうですが、まあ、基本は南側の都市ですね外来人口が多いんですよ、まあ、つまり農民庫が多いんです 農民校の子供は本当にあの親と一緒にいる時間は少ないんですよ。まあ、お父さんにしても、お母さんにしても、やはり働かないといけないんですね。まあ、しかし、お父、自分のおじいちゃん、おばあちゃんを田舎から新請まで来てもらうというのはやはりできないんです。例えば、あの場所が、住む場所は狭かったりとか、生活コストはやはり高いんですよ。まあ、そうすると、夫婦は働いて、 子供を、あの、夏休みであっても、学校に送るのは普通なんです。しかし、あの、別料金です。あの、今まででしたら、そういう学習塾はありましたが、あの、学習塾に送って、朝に行ってもらって、夕方に帰ってくるとか、そういうのが多かったんですが、もう、去年ぐらいからですね、学習塾はもう、基本はもうなくなってきてるので、まあ、基本はないんですね。なので、学校がやるようになってきました。 まあ学校というのは、まあ、本来は政府が経営する学校であって、ペット料金取ることができますし、まあ、少しはですね、儲かる、そういうイメージなんですよ。やはり塾と違いますので、まあ、これで分かるのは、まあ、中国のこの塾をなくす運動はあったんですが、まあ、学習塾をなくすというキャンペーンがあったんですけれども、やはり中はですね、まあ、国営企業と言っていいでしょうし、まあ、自分の学校をですね、守るという、 ノマでしょうと思います。まあ、当然ですが、まあ、学習塾ではやはり教えられるのはそういう価値観ですね、違いますし、まあ、そういう例えば英語とか日本語とかフランス語とかドイツ語とか、普通に学習塾ではありますので、自由に選ぶことができるんですよ。まあ、ただし、そういう国営が、まあ、そういう学校ですね、行くと、まあ、やはり、まあ、そういうあの義務教育の学校ですね、行くと、 やはり習近平の思想ですね。勉強しないといけないんですよ。まあ、そういうのもあるというふうに思いますが。まあ、しかし、これでわかるのは、まあ、上海ではまだ閉鎖となって、もし広東省も閉鎖となってですね、中国の経済は終わりでしょうと思います。いつも中国政府は自分の GDP を自慢してきました。まあ、今年はですね、多分、 見せることができないほどの数字は出てくるでしょうと思います。本当に見せることはできないと思います。でもこれが真実なんですね。中国の GDP もそうですが、十数から10%、それから九、八、七、六、五とかなってきますので、やはり数字は嘘でありと。ただし、傾向性というのは間違いないです。やはり少しずつ下落しているのは事実ではありますが。 まあしかし、上海はまた閉鎖となってですね、難しいと思います。ただ、もう一つのがですね、上海は多くの方ですね。あの外国の方はやはり被害を受けて、まあ、上海からまあ脱出、あるいはもう離れますね。しかし、上海の方はやはりそこでですね、気づいて、一部の方は外国に行く方とか移民するとか決めたんですね。しかし、多くの方はやはり 忘れると思いますもう3月4月のことでしたしいいです。ウーポンとなってまた遊べるし KTV にいたら今までにねないこともできますしいいよねとかそういう、まあ、話もあるでしょうと思いますがあのそういうすぐに忘れるんですねそういう社会なんですよ、まあ、中国人のそういう思想というかそういう考え方なんですねあのどうせあの過ぎました。 例えば文化大革命もそうですし、天安門事件もそうですし、同、まあ、せ過ぎました。そういうのがありますね。まあ、終わらないですよ。実は終わりませんので、ずっとやってきますので。まあ、いつかは自分が被害者となりますので。この動画はここまでしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。